今や名古屋はコスプレの聖地。真夏の祭典世界コスプレサミットには今年も多くの人が集まった。すんごい盛り上がってるけど、コスプレって楽しいの？コスプレサミットってどんなイベント？なんて思っている皆さん、そして愛の天罰落とさせていただきます。ゾクゾクするんですけど。プロコスプレイヤーを前にゾクゾクしちゃってる石原良純さんのために、クライマックスの土日、およそ20万人が詰めかけたオアシス21の熱狂から、コスプレ世界一決定の舞台裏まで、その魅力を余すところなくお伝えします。なんだこれは。どこで勝ってもいいよ、もうすごいな。でも題してさあ、今日は良純さんにコスプレの魅力を、そして世界コスプレサミットについて知ってもらおうという番組です。ん？君は誰だ？あの、ヤトガメちゃん観察日記という、あの名古屋あるあるを取り上げた。ヤトガメちゃん、はい、まあ、人気でして、その主人公ヤトガメモナカに今日はなりきってコスプレの魅力を。はい、おー、怖いな。よろしくお願いします。まあ、あのコスプレが名古屋で有名なのは、はい、ほらサンデージャーナルが取り上げましたから。そうですよね。これは知ってますか？うん、今日はもっとあの詳しく教えていただこうということで、うん、プロコスプレイヤーの方をお招きしています。プロコスプレイヤー、はい、ではお願いします。うわうわ、綺麗ですね。愛の天罰落とさせていただきます。うわ、よろしくお願いします。ゾクゾクするんですけど。誰プロコスプレイヤーの歌唱ロシエルさんです、はい、よろしくお願いします。イベントやメディアに多数出演、さらにはアニメやゲームなどの公式コスプレイヤーも務める、コスプレ界では超有名人なんですよ、良純さん。ちなみに何ですか、はい、これはですね、アニメセーラームーンに登場するセーラーヴィーナスというキャラクターのコスプレです。すごいね。やっぱりでもなんとなく、うん、惹かれるのは分かんない。そうですよね。みんなほらスタッフなんとなく幸せな気持ちで、はい、まあ、あんただけだったらもう何ですか。お願いします。そして良純さん、名古屋といえばコスプレの聖地として有名なんですよ。そうなんです、はい、毎年世界コスプレサミットというのが開かれていまして、今回はその世界コスプレサミット実行委員長の小栗徳丸さんにもお越しいただきました。どうぞ。あら、こんにちは。こんにちは。あ、怪しくないところ。実行委員長。実行委員長は、はい、そうなんです、はい、今年で17回目を迎えた世界コスプレサミットに立ち上げから関わってきたミスターコスプレサミット。失礼いたします。お帰りなさいませ、旦那様、お嬢様。いいですね。いや、今回はですね、大須商店街にあるメイド喫茶メイリーフからお伝えします。今のお帰りなさいませっていうフレーズは名古屋発祥っていうことらしいんです。お帰りなさいませ、はい、もう一回言ってもらえますか。はい、お帰りなさいませ旦那様。あ、どうも。で、喜んでる人いるって話ね。いや、でも嬉しいですよね。はい、ではまずこちら見ていきましょう。2日間で20万人以上、カオス状態の栄オアシス21で突撃取材&あれを体験。オアシス21に集まったのが20万人以上ってことなんですけど、名古屋一帯、この大須も含めてやってるので、それを合わせると30万人ぐらいって言われてます。なぜこんなにも多くの人がこの場所に集まるのか、地元名古屋の芸人が取材してきました。どうも、プリンセス金魚の大前です。今日はですね、名古屋栄に来てるんですけども、8月4日の日曜日、世界コスプレサミットのクライマックスということで、あのオアシス21の方にはですね、今すごい数のコスプレイヤーたちと、それを見に来てるすごい数の人たちがいるということなんで、ちょっともう早速行きましょうか。最高気温34度の中、オアシス21に潜入。この猛暑の中、会場に人は集まっているのでしょうか。ちょっと待って、すごくない？やばくない？こんな人いんの？ちょっと
想像絶する凄さ。世界コスプレサミットのクライマックスである土日には、色とりどりの衣装を身にまとったコスプレイヤーたちが栄オアシス21に大集結。なんとその数およそ20万人以上。名古屋を代表する一大イベントなんです。コスプレ初心者の吉住さんにその楽しさを教えちゃいます。そもそもなぜ人々はそこまでコスプレに魅了されるのか。すごい人集まってる。まずはコスプレイヤーにコスプレの魅力を聞いていきます。セーラームーンいた。月のうさぎや、ちょっとだけお話聞かせてもらってもいいですか。はい、これはもう、はい、セーラームーンですよね。で、ちびうさん、はい、で、知らないんですか。知らない。いいですよ。ごめん、知らない。あ、同一人物です。一緒です。ちびうさんの闇落ちしました。ここがこうなるってこと。今後、いや、そうなんだ。お母さん世代なら誰もが知っている大人気アニメ、セーラームーン。主人公の月のうさぎとちびうさ、そしてちびうさが敵によって変身させられたブラックレディのコスプレなんです。これ聞いていいですかね、おいくつなんですかね。はい、40歳です。年取っても楽しもうね。あ、いい、素敵。そういうこと。頑張ってるよ。続いては一見ナイスバディなコスプレイヤーをご紹介します。こちらはフェイトグランドオーダーというゲームの宮本武蔵という美女キャラクターのコスプレなんですが、実は、いや、ちょっと待って、すごいすごい。え、男性ですよね。そうですけど、何これ、なんで。いや、これはこういうやつをつけてるんで。すごい、これちょっと横から見たら分かりますわ。こういう、ここ肌、ここ偽おっぱい、こんなのあるんですか今。うわ、すちょっと触っていいですか。じゃあいいですよね、男性なんで。うわうわ、どうすか。どうすかって言われました。これは、まあ、いや、なんていうか。いや、すごいっすね。普段の写真とかって見せてもらったりできないですか。あ、一応ありますけど。あ、いいですか、見せてもらって。あ、これね、これ普通の私服。これが普段私服らしいんですけど。いや、めちゃくちゃコスプレやん。これ私服ですか。私服じゃないやん。嘘でしょ。こんな私服で剣持ち歩いたらじゃああかんっすよ。まあでも、まあ確かにこう見ると全然違いますね。やっぱり何が楽しいんですか、そんなコスプレの。やっぱりそのキャラクターになりきれることとか、はいはいはい、あとそのやっぱそうすることで同じ作品のやってる人とかの、その共通の趣味で、いろいろ話せたりとかもできますので。お次は大人気アニメワンピースのキャラクターになりきったこちらのコスプレ美女軍団。一応今年はあのワンピースの世界大会も同時開催してたっていうのもあって、はい、ワンピースのキャラクターのコスプレがすごく多かったです。いや、ちょっと待って、ハンコック、ちょっと待って、ハンコック、ハンコックすごくない。これ偽物のおっぱいコスプレの人もいたんですけど、これはもうもちろん、まあ自分でですけど、持ってます。持ってるとはいえ本物っすよね。そのすごい立派。もう一回撮れていいですか。いいな。超楽しいよコスプレサミット。超楽しいわ。そもそもこの何をきっかけでこういうコスプレとかを始めた。キャラが好きすぎてなりたかった。キャラが好きすぎてなりたかった。ハンコクいいな。ハンコク美人だな。でお風呂上がり鏡見たら、いや、私ハンコクやんって。これいけんちゃんみたいな。今度はハリウッド映画から飛び出したキャラクターが登場。いいっすか。通じてんのかな。なんだこいつは。こんにちは。めっちゃ喋るやん。こんにちは。どうもとか言う。これもコスプレなんですか。そうですね。ガワコスって言われてますね。ガワコス。まあお面とか。仮面ライダーもそんな感じですね。はい、これは何のコスプレされてるんですか。トランスフォーマーの。はい。はい、そう、今だとスキマスクライムですかね。おー、トランスフォーマーのキャラなんですね。そうですね。これ総額いくらぐらいかかってるんですか。大体3万から4万の間ぐらいです。あ、でも3、4万かかってるんだ。なんと段ボールや発泡スチロールなどを使った完全手作り。とはいえ
この猛暑でこのコスプレだと。暑くないんすか？暑いですよ。暑いですよね。そりゃそうっすよね。はい、何やってる時が一番楽しいですか、コスプレは。やっぱり完成したものをこう出して、はい、この作品とキャラクター出る人が喜んでもらうとか、はい、あー、なるほどね。誰がやってますコスプレイヤーの意見をまとめると、コスプレは好きなアニメや漫画のキャラクターになりきることができ、友達の輪も広がるところが魅力のようです。吉住さん、中にはこんな人もいましたよ。吉住さんいるんですよ。え、生ですか？あ、生じゃないですよ。びっくりした。吉住さん、どうも。吉住さんに何か伝えたいことあったら。なんか年賀状頑張ってください。ありがとうございます。もう今年はほぼできてるからね。いろんな話を聞いてきた大前ですが、先ほどから気になっていることが。やっぱコスプレの人たちもすごいんですけど、それを撮ってるカメラの人らも結構すごいんですよ。確かにコスプレイヤーに目が行きがちですが、撮影しているカメラ小僧、通称カメ子と呼ばれる人たちの機材がすごすぎることに気づいた大前。ここでカメ子の人たちにも話を聞いてみます。いつぐらいからやられてるんですか？もう十何年か前ですかね。どっから来られたんですか？今日私岡山です。岡山から写真を撮りに。あの、毎年ここは来るんですね。毎年来られてるんですね。カメラちょっと待って、何個持ってるんですか？カメラは2つだけです。2つ。大体いくらぐらいするんですか？70万80万ぐらいで。なんとこちらの撮影機材、およそ25万円のカメラ2台と明るさを調整するレフ板など、合わせておよそ70万円もする超高額装備なんです。普通ですよね。そうですよ、みんな持ってますね。まあ、カメラはな。ちなみに何かあるんですか、そのこういうコスプレイヤーさんたちを撮る時のルールみたいなんて。はい、まあ一声かけて、はいはい、いただいて、まあ、あとはお写真の、ね、受け渡し。受け渡しってどういうことですか？まああのまあ、撮っただけではなく、うん、まあ、こっちで写真ね、もうちょっと見栄え良くしたり、はいはいはい、したりして渡し。あ、渡すんすか？はい、撮影した写真はコスプレイヤーさんに送るのがマナーなんだそうです。他にもルールがあるのか、こちらのカメ子集団に聞いてみます。こういうコスプレイヤーさんたちを撮る時のルールみたいなんて。まあ挨拶は大事ですよ。挨拶ね。はいはいはい、順番守る。ああ、撮った後にこんぐらいやけどどうみたいな、うん、ほうれん草大事なんで。社畜の鏡。社会の縮図だここは。忘れちゃいけない。こんなの撮れましたよっつって、やっぱレイヤーさんが喜んでくれると嬉しい。そうですね。大体の基本ルールがこちら。撮影する前に挨拶したり、列の順番を守るほか、 SNS のアップには本人の許可が必要なんです。ちょっとあの、見てたら本当に俺もやりたくなってきたんで、ちょっとカメ子やっていいですか？カメ子に触発され、人生初のカメ子体験。学んだルールをもとに早速撮影開始。最初のターゲットは、ちょっとあの、ラムちゃんいるんすよ、うるせえやつらの。ちょっとラムちゃん行きますわ。え、ちょっと待って、めっちゃ緊張するわこれ。めっちゃ緊張する。ちょっと写真撮らせてもらってもいいですか？写真大丈夫です。いいですか？大丈夫です。アニメや漫画で知られるうるせえやつらのヒロインラムちゃんと幼なじみのランちゃんが撮影させてくれることに。果たして初心者カメ子の大前はいい写真が撮れるのか。夏いいですね、涼しい。あー、いいですね。いきます。はい、チーズ。あー、いいですね。めちゃくちゃ可愛いです。ちょっと煽りで撮らせてもらってもいいですか？あー、あれはまあ良くないですね。これはちょっとちょっと煽りで撮らせてもらってもいいですか？あー、この角度、ちょっとこの男見下すような目線もらっていいですか？これじゃないと許されないやつだよ。怒られちゃうやつだからね。え、これ本当はダメなん？なんとローアングルは NG。 ローアングルがダメなのは
個人的にダメなんですか、普通のルールとしてダメなんですか。なんか暗黙の了解、それ暗黙のルールなんだ、叩かれちゃう。あいつら教えてくれへんかったな。ローアングルからの撮影は下心丸出しで失礼に当たり SNS で大炎上したことも。そのため今はローアングルの撮影は原則 NG、 これは暗黙のルールなんです。ちなみにハイアングルからの撮影なら OK のコスプレイヤーも。あ、ちょっと待って、上からめちゃくちゃすごいよ。はい、チーズ。うわ、めっちゃいいの。これどうすか。あ、そうだ、上からのが多分綺麗。いいっすよね。これちょっと待って、カメコめっちゃ楽しいわ。あのずっとうろうろしてましたけど、今日一日カメコやってる今が一番楽しい。そらハマるわ。吉住さん、カメコやってみたくなりましたか。カメコ、そう、まあ鉄道写真と一緒。その後すっかり写真撮影に夢中になってしまった初心者カメコの大前、人気レイヤーから囲み撮影までこなし、写真を撮り続けること1時間。あ、あ、やばい、あ、終わった。すいません、最後1枚お願いします。ラストで、本当にラストもらって、ラストもらった。ラスト1枚、俺のためだけに目線もらいましたよ。吉住さん、これめちゃくちゃ楽しいです。カメコめちゃくちゃ楽しいです。それでは初心者カメ子大前が撮影した写真をご覧ください。あのさ、カメ子が楽しいのはわかる。でもね、こう撮っていいですかって聞くじゃん。はい、あんまり撮りたいと思わない。すごい、はっきり言われた。いや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 、仮の話。ありがとうございます。こうなんか傷ついたりはしないの。私も最初の頃はこういろんなレイヤーさんがこう並んでる中で、はい、私だけこう並んでるカメラマンさん人数が少なかったりして、すごいその時はあショックだなって思いましたけど。そうそう、また次じゃあもっとこう次頑張ろうって、より意欲が湧いて、はい。暑くないですか。34結構暑いし、あのでもガバコスっていうさっきのロボットみたいなのも、うん、結構その暑さ対策してたんです。中に扇風機入れてたりとか、あの冷えピタをもう張りまくったりとか。まあ、そんな世界コスプレサミットなんですが、メインのイベントがありまして、まずは歴史を紹介していきたいと思います。こちらです。2003年にまずこの世界コスプレサミット始まりまして、中区大須のホテルにてテレビ愛知が開催と。まさに大須。そうなんですよ、僕が聞いたのよ。だからサンデージャーナルで、実はテレビ愛知が深く関わってるって話を聞いてたから。コスプレを通した国際交流を目的に2003年に始まった世界コスプレサミット。2004年には大須でパレードを開催、翌年には愛知九博の会場でコスプレ世界一を決めるチャンピオンシップを初開催。これこそが現在も続く世界コスプレサミットのメインイベントなんです。その後場所を境に移し一大イベントに成長、参加する国と地域も年々増え続けているんです。今が42カ国地域の加盟ですね。増えたんですよ、はい。そして今年2019年世界からやってきたコスプレイヤーの皆さんはおよそ1週間日本に滞在するんです。え、何してんの。初日はあのチャンピオンシップというのが東京で行われるんですよね。もうどんどん増えすぎちゃって、名古屋だけで収まらなくなって、ブロック予選という形でブロックを勝ち抜いたら、まあ、例えば名古屋の、ファイナル出れるみたいな、こういった仕組みを作らなきゃいけなかったので、今年初チャレンジで東京開催っていうものをやりました。東京に持ってって大丈夫なんですか。東京大会になっちゃいません。気をつけないと東京に持ってかない方がいいよ。岐阜あたりでやったらいいんじゃないか。はい、8月1日には市長や知事を表敬訪問するということで、知事や市長、
コスプレされてましたよね。毎年もこの5、6年続いてるんじゃないですかね。もうコスプレ対決のようになってます。外務省も表敬訪問しますし、はい、これ、はい、外務省、はい、これ優勝するとですね、外務大臣賞というのもらえるんです。外務大臣賞、はい。ここまでこの世界コスプレサミットの歴史と今年の予定が分かったところで、続いてはこちらです。世界のコスプレイヤーの極秘イベントに潜入。これはクライマックスの世界コスプレチャンピオンシップの5日前、各国を代表するコスプレイヤーが宿泊するホテルで極秘のイベントが開かれました。名古屋栄のホテルで開催された極秘イベントとは。見て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 、うわあ、うわ、すごい、こんなのもいいの。世界から集まった80人のコスプレイヤーがおよそ1週間滞在する名古屋国際ホテル。立地の良さから観光客やビジネスマンに人気。企業や団体の会合や催しにも利用される格式の高いホテルが、コスプレサミットの期間中はコスプレイヤーでいっぱいに。そんなホテルで開かれる極秘イベントとは一体？いつも通りのホテルの景色なんですけど。フロントで聞くと、極秘イベントは2階で開催されているということで。さあ、2階にやってきたんです。おお、え、見て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 、大きな翼が生えていらっしゃる方が。うわあ、すごい、こんなのもいいの、はい、クオリティが高い。大きな羽が気になり、たまらず声をかけると。今日はどこから来られてるんですか。あ、カナダの出身。カナダ、カナダチームです。これは何のコスプレなんですか。We are do Gans Gans Zero。 ガンツ、はい、ガンツです。天狗のキャラクター、これ再現度がすごいですね。楽しい。見てください、このクオリティ。シリコンを使って天狗の皮膚を再現しているんです。さらに戦闘服にマグネットを当てるとライトがつく仕掛け。すごい。漫画の世界を細部まで忠実に再現、まさにハイクオリティ。しかもこれ全て手作りだというから驚きです。ああ、要するにこれを手作りしなきゃいけないのか。 それがルールですね。ところで、彼らは極秘イベントとどんな関係が。このホテルでは、何が行われてるんですか。 Today we wear these costumes and they will get judged. So people will look at it up close how we made this and this. ジャッジメント、はい、審査、はい、コスプレ審査がここで行われてるってこと。そう、この日はコスプレ世界一を決める衣装審査が行われていました。通常は非公開の審査会場を許可をもらい覗いてみると。ちょっとだけ開けてみましょうか。あ、カメラさん見てください、今ちょうど審査員の方がすごい隅まで見てるところですね。ちょっと入れないわ。緊張感外まで伝わってきましたね。とても張り詰めた雰囲気の審査会場。それもそのはず、世界一を決める総得点のうちおよそ3分の1のウェイトをこの審査が占めているんです。審査のポイントは、衣装がいかに原作に忠実か、どんな制作技術を使っているか、間近で見て採点します。そこは笑い声の一切ない真剣勝負の場でした。審査を待つコスプレイヤーたちは緊張した面持ち。そんな厳しい審査を勝ち抜こうと、コスプレイヤーたちの衣装へのこだわりも半端じゃなかった。これ作るのすごい時間かかったんじゃないですか。多长时间哦？大概3个月。对，袖の部分だけでも2日かかりました。袖の部分だけで2日、これ剣はどのぐらいかかったの？这个剑大概我大概做了2週間かけてこれ作ったの。这次比较忙。コスプレってよりもなんかやっぱりハリウッドないみたいな感じだね。この豪華絢爛な衣装、気になる制作費は？7
知道，因为我们不敢算，所以就买了就算了。余裕应该买。計算したくない。計算したくない。なるほどね。現実の世界からはもうやっぱね。欲しいやつ全部買って、高いものでも買いました。うわー、すごい。続いてはこちら。スマホアプリのキャラクターのコスプレをした日本代表の2人。この衣装のポイントを教えてもらっていいですか。僕はやっぱこの入れ墨のようなファッション、一個一個も手書きでバラを描いていきました、はい、すごい、めちゃめちゃ綺麗どのぐらいかけて描いたの。これは 2,3 週間ぐらいゲーム上の あの画像を見ながら一生懸命描きました。衣装は女性、小道具は男性が担当したとのこと。そしてホテル内にひときわ映えるこちらの2人、見たらもう一目瞭然。何のコスプレですか。あ、ベルサイユのバラですね。ベルサイユのバラ、オスカートアンデ、オスカートアンデ、オスカーオスカートアンデ。幼い頃から日本のアニメに慣れ親しんだ2人、独学で習得した日本語はかなりの腕前。再現度も高いオスカルとアンドレ、どのぐらいかけて作ったんですか。1年ぐらい。そうですね、合わせて1年ぐらい。すごいな。1年かけて、はい、丸1年もかけて衣装を作った2人、コスプレサミットへの思いは。前から憧れて、はい、ずっと行きたくて。どのぐらい前から憧れてたんですか。4年間ぐらいですね。うわ、4年間の憧れがこう今日実現して、今の気持ちはいかがですか。いや、嬉しいです。嬉しい、嬉しい。着きましたって感じ。次に遭遇したのは、これもう、ま、進撃の巨人、アタックオンタイタン、あー、エレン、エレン、エレン・イェーガー、アーマータイタン、アーマータイタン、アーマータイタン。なんで進撃の巨人のコスプレをしようと思ったんですか。 He is good at doing armor and I am good at doing sewing. So we together, we are good combination. 素材に軽量な強化プラスチックを使用し、巨人の体を再現。 3 months. Yeah. It took some time, but with hard work and dedication, we were able to do our costumes.Trinidad and Tobago would like to sincerely like to send our condolences for Kyoto with the unfortunate event. あれ、堀さん、審査してるのは誰なんですか。あれはですね、各国のそのイベント、その国の代表を決める大会をやってる主催者が審査員になるんです。だから自分の国以外の国の人たちが審査してるので、39人ぐらいいたわけです。何を見てるの。クオリティっていうけど、そのまずこれ全部手作りだっていうのが条件なので、自分で作ったかどうかっていうのを質疑応答もあるんですね。これはどのように作ったのかとか、この素材はどこで買ってきたのかとかですね。さっきスウェーデン代表4年でやっと慣れた、はい、その前に、その国の代表になる前に州の予選とか地域予選もやっぱりあるので、そこに勝つのも大変らしいです。出場チームは2人1組、対象作品は日本の漫画、アニメ、ゲーム、特撮のキャラクターのみで、手作りの衣装しか認められません。各国の予選を勝ち抜いた代表コスプレイヤーは、東京ラウンド衣装審査を経て名古屋ラウンドへ。最後の審査は2分半のステージパフォーマンス。勝ち残った24チームがコスプレ世界一の座をかけて熱演。舞台裏まで異様な緊張に包まれます。ではいよいよこちら見ていただきます、はい、コスプレ世界一決定戦の舞台裏、海外コスプレイヤーたちのクオリティ、意気込みが半端ない。このファイナルの舞台裏に私が潜入してきました。今月4日、オースカンドンを埋め尽くす人、人、人。あ、そうだな。おい、彼らが待っていたのは、来ました、来ました、世界コスプレチャンピオンシップに出場するコスプレイヤーの皆さんです。この中から今日世界一のコスプレイヤーが決まります。ワールドコスプレチャンピオンシップに出場するコスプレイヤーたち、アジア、ヨーロッパなど世界5大陸40の国と地域の代表が勢ぞろいし、そのお披露目が行われたんです。インディーズ very proud and very amazing. ワクワクして、やる気満々。
コスプレチャンピオンシップに出場できるのは各国の厳しい予選を勝ち抜いた一組のペアだけ。コスプレのオリンピックとも言われるビッグイベントだ。その裏側には涙あり、笑いあり。さらに優勝候補と言われるペアに密着取材。そこには大会にかける強い思いがあった。日本の好きなところを含めてみました。で、演奏を作りました。パフォーマンスに込められていたのは日本への愛。すごいなこれ。コスプレ世界一決定戦、感動の舞台裏に迫る。コスプレチャンピオンシップの会場は名古屋栄にある愛知県芸術劇場大ホール。早速舞台裏を覗いてみると。こんにちは。こんにちは。どちらの国の方でしょうか。フランス。フランス。私はフランス。まず出会ったのはフランス代表のカリムシャーさんとサクラフレイムさんのペア。すごい、とってもキュートですね。Yeah. It's a styrene ball. Then I cover the styrene ball with resin and I can glue the EVA form on the resin. コスプレ歴10年というサクラフレイムさん、半年かけて渾身の衣装を作り上げました。ハイクオリティな手作り衣装、どうですか吉住さん。いや顔見えなくなっちゃうじゃん。日本まで来たのに。あら、すごい。じゃあすごいけど顔出してあげなくていいの。コスプレってどういう存在ですか。ファッション、lots of fashions、craftsmanship、hobbies、lot of。続いてはインドネシア代表の2人。彼らにはある秘密が。実は双子なんです。彼らのコスプレがこちら。大人気アクションゲームに登場する戦士のコスプレ。この件はさぞかし重いんだろうと思いきや、もう出してもらっていいですか。あ、すごい軽い。ちょっとでも強くなった気分ですね。これも実は発泡スチロール。激しいパフォーマンスにも耐えられるよう軽量化したんです。どの国も世界一を目指し一世一代のコスプレを作って日本にやってきました。そんな中、取材班が出会ったのは、Excuse me, Japanese TV スタッフ。あ、Nice to meet you. はじめまして。日本語 OK です。で大丈夫です。大丈夫です。です流暢な日本語で答えてくれたのは、オーストラリアチームの K さんとウィルさん。2人とも大の日本好き。日本の文化が大好きです。ポップカルチャーも大好きだけど伝統的なカルチャーも大好きですので、日本の一番好きなものは、はい、コンビニです。コンビニ。アイスいつでも食べられるのが、ね、幸せです。小さな頃から日本に興味を持ち、観光に来るたびにどんどん好きになっていったという2人に、今回密着させてもらうことに。世界一を目指す衣装は、モンスターハンターワールドより、はい、創世の書っていう装備の男性キャラと女性キャラです。彼らが選んだのはシリーズ累計1300万本以上出荷している大ヒットゲーム、モンスターハンターの最新作。巨大なモンスターに立ち向かう戦士のコスプレです。大変だな。衣装にはこんなこだわりが。これは全部リアルの牛の皮を使っています。モンスターハンターワールってモンスターを倒してその体を使って鎧を作るんじゃないですか、はい、そういう設定で
私たちも同じく動物を使って作りました。コスプレの衣装は下書きをし、型を作ってから素材を切り取り組み立てる。制作期間はなんと7ヶ月。モンスターを狩るハンターの設定に忠実に、牛や羊、カンガルーの皮で作りました。総重量はなんと4キロ以上。ライトも仕込んでいるんですよ。はい、あ、着いた。光ってます。かっこいい。作品への愛情が詰まった渾身のコスプレ。そしてパフォーマンスにもあるこだわりが。弓道をやってますので、今3段で、はい、有段者です。すごいですね、有段者。はい、去年のオーストラリア代表世界大会に出ましたから。あ、そうなんですか。はい。圭さんは弓道歴14年、なんと現役のオーストラリア代表。そしてウィルさんは10歳から空手を始め、空手教室の先生をしています。そこでパフォーマンスに空手と弓道の動きを取り入れているんです。おお、すごい、すごい、素晴らしい。やっぱりオタクですから、アニメきっかけで漫画も映画もそして武術も好きになったんです。日本の好きなところを含めてみました、うん、で演奏を作りました。二人が大好きな日本への愛を込めたパフォーマンス、楽しみです。いよいよ本番。決戦の舞台、愛知県芸術劇場大ホールには一流のパフォーマンスを一目見ようと世界中から多くの人が訪れた。審査員にはアニメやコスプレ界の著名人、レジェンドたちが名を連ねます。審査員長の古谷徹さんに見どころを聞くと、衣装とかのクオリティ、それからメイクのクオリティっていうのはみんな高くて本当に互角なんですよね。なんかあとはどれだけそのリハーサルを積んでパフォーマンスのクオリティを上げるかっていう、そこのしのぎ合いになってると思います。僕もとっても楽しみにしています。世界コスプレサミット行きます。そして迎えた夕方5時。それではコスプレチャンピオンシップザ・ファイナルのパフォーマンスです。いよいよワールドコスプレチャンピオンシップファイナルの開幕です。緊張のトップバッターはフィンランド。コスプレチャンピオンシップはアニメやゲームの名シーンをもとにオリジナルのセリフや動きを組み込んだパフォーマンスを披露。衣装や演技だけではなく審査に大きな影響を与えているのが、絶望の後には希望が待つ。僕、炎を吸い上げろ。崩壊の星を落ちろ。映像や音楽とのリンク、代表たちが自ら映像や音楽を編集。従えてみせよ。声もこの剣の音も事前に吹き込んでそれに合わせて動いているんです。すごいなこれ。え、この道具も自分たちで持ち込むの？もちろんです、全部手作りですね。で、映像下手したら使ってます、作ってますね。ステージのボルテージが上がる中、出番を待っていたのは双子のインドネシア代表。頑張って頑張れ。果たしてどんなパフォーマンスを見せるのか。
発泡スチロールで作った自慢の剣は大迫力。そして一番の見せ場が、本当に串刺しにされたように見えるこの演出、拍手喝采だ。どうでしたパフォーマンスを終えて。ini yang aku lakukan terbaik. Ya sudah melakukan terbaik ini. Ari kita bisa mas. Ari. この後もハイレベルなパフォーマンスが続く中、Andre. Oscar.I love you. オーストラリア代表は最終組。出番が刻一刻と迫っていた。頑張っていきます。オーストラリアだけじゃなくて世界の皆さんにもよろしくお願いします。頑張ります。頑張ってください。はい。そして。大好きなコスプレと日本に愛を込めた一世一代のパフォーマンスが始まる。まず最初の見せ場は空手のシーンだ。ほら、最後の準備だ。はいはい。はいはい。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 今は完璧。しかし、クライマックスはモンスターとの戦闘シーン。弓道が登場する。鎧の重量は4キロ以上、それでもやりきった。やりました。どうでした？全力出しました。一番努力しましたから、それ以上はできなかったですね。できなかったです。はい。コスプレと日本への愛は確かに伝わった。そして運命の審査発表、コスプレチャンピオンは吉住さん。ハイレベルなパフォーマンスがたくさんありましたが、どの国が優勝すると思いますか？もう本当に見ちゃったから分かんないよ。どこが勝ってもいいよ、もう。すごいな、でも。世界コスプレサミット2019総合得点第1位、グランドチャンピオンは、争いとなった今年のワールドコスプレチャンピオンシップ。世界一は一体どの国になるのか。いよいよ審査の発表です。果たして結果は。コスプレチャンピオンズ for 2019 are、優勝は番組が注目していたオーストラリア。
Is how do you feel? 気持ちはどうですか？あ、疲れた。今すぐコスチューム脱ぎたいです。でもすごく嬉しいです。1年かけて、今まで重ねてきた努力、ミスの少ないパフォーマンスができて本当に嬉しいです。こうしてワールドコスプレチャンピオンシップは幕を閉じた。はい、ということで世界コスプレサミットの魅力伝わりましたか、吉住さん。イエス。おお。わかるだろう、この格好。かなり進むですか。本当にクオリティが低くて申し訳ない。これでいいんですかね。いいんです。やっぱり、ね、楽しむためにも気軽にやっぱりこう参加してもらいたいというのがあります、ね。気軽に。気軽大事です。でもね、これから大須の街で出てくる勇気はまだないんですよね。いやー、面白いわ。でもやっぱりなかなか本戦見応えあるね。見応えありますね。見たことありますか、本戦は。あ、私今初めて見ました。やっぱりもう衣装からしてもう数ヶ月かけて、しかも動きにも強い衣装 でちゃんと壊れないようにこう軽量化させたりとかして、うん、コスプレ進化していってますね。そうですね、進化してます。もっとちゃんと裏側まで作り込んでるんですよ。見えないのにそこまで作るみたいな。さっきだって言ってましたもんね、その優勝したオーストラリアチームはその倒した動物の牛の鎧にしていくからって言って、その背景とかもちゃんと調べて、はい、こうあるべきっていう。ですか、本当この薄っぺらい感じで。あの VTR みたいな、俺はこれは嫌だって言ったんだよ。あんたも薄っぺらいね。結構あのできてると思ってたんですけど。まあね、お短パンだからね。夏バージョンという感じで。ヤマト知ってるからいいんですよ。気持ちの中ではあのもうここにコックピットでこう艦長がそこにいて、もう宇宙見えてますからね。イスカンダル見えてますから。頑張れカメラス。初めて見てびっくりしちゃったね、はい、このやっぱり。お、ありがとうございます、ね、スタイルもバッチリ決まってて、初めて見た時に何だろう。すいません、もう恥ずかしいです。本当に俺も恥ずかしい。いや僕は逆に皆さんコスプレしてるから僕恥ずかしいです。捨てないのがやだ。これまあおそらくまだ来年もどん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 大きくなってきますね。そうですね、実はまだ参加したいと言って参加できてない国が30カ国くらい待ってもらってるんですね。はい、だから本当にいずれは100カ国を超える大会になるんじゃないのかなという思ってます。では最後に吉住さんに一言締めていただきたいと思います。はい、一言、うん、じゃあ参りましょうか。発進。なんだよ。お待たせしました、コスプレイヤー突撃インタビュー番外編。あ、手振ってくれてる、行こう。いいですか。いいですよ、もちろん。うわ、笑顔が素敵なこの女性、なんだかういういしい。今日どこから来られたんですか。兵庫県から。兵庫県から、はい、いつもよくこういうコスプレはされてるんですか。初心者で。え、初心者なの。やりだして3ヶ月。どうですか、やってみて。あ、でもすごい好きなコスプレ、ワンピース好きなんで、うん、すごいできて嬉しいです。関西の初心者レイヤーよろしくお願いします。あ、いいですね。普段は何されてるんですか。普段は、テーマパークで働いてます。あ、テーマパークで。彼氏はいないです。いないですか。彼氏の前でやってあげたいみたいな願望はないですか。まあ、願望、要望があればしますみたいな。普段の写真とかってあったりしません。そのコスプレしてない時のお姉さんの。あー、あ、もう全然雰囲気変わりますね。どっちが恥ずかしい、波の時か普段か。え、これはもう偽りやから。こっちの方が恥ずかしい。いや、普段の方が恥ずかしい。こっちで生きてんだから、こっちに自信持ってよ。次のコスプレイヤーを探していると昭和の懐かしいあの人を発見。ちょっと待ってよ、トラさん。はい、トラさんやん。こんにちは。今日どこから。旅の空といったところでござんしょうか。トラさんや。皆さんご存知、風天のトラさん。雰囲気出てますね。これはもう本物っすよね。そう言っていただきありがたい限りでございます。いつからこういうコスプレをされてるんですか。僕がこれやったのは23年前ぐらいです。おえ？もうじゃあもうトラさん歴23年。そういうこ
もないよ。すごい。何着ぐらいトラさんの衣装持ってるんですか。替えも入れると2着ぐらいは。ああ、23年で2着。意外と少ない。この中は何入ってるんですか。夢と希望でございますから。あとちょっとの欲望といったところでございますでしょうか。だいぶ擦ってますね、もう。まあ、23年使ってますから。あ、すごいですね。夢と希望入ってるんですね。俺、あれ、トラさんのあれ聞きたいんですけど、南は沖縄、北は…タンカバイ。あ、そうそう、なんかあるじゃないですか。じゃあ、ちょっと触りだけ。いいですか。続いた数字が4つや赤坂麹町、チャラチャラ、流れるお茶の水、駅前さん、八丁目。ってさ、いうところでございます。トラさん、お兄さん、ごめんよ。ありがとうございます。オーストラリア、皆さん、世界コスプレサミットの魅力はしっかり伝わりましたか。次はどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、来年をお楽